製の名楽器である素手で叩いて演奏するスティールパンというのが由来で2000年にスイスのパナルト社が開発したハング及びそれに似た形状に作られた楽器の一群の総称である2000年頃スイスのスティールパン工房であったパナルトがスティールパンから発展させた楽器ハングを発表した素手で叩けるスティールパンとして アジアや中東圏の長器の特徴をも兼ね備えた。この楽器は欧米を中心にすぐに人気が広まった。一方で当初はその製法や入手方法についてはベールに包まれ、ハングはその神秘性を増していった。2006年に放送されたパナルトへのテレビ取材でその製法の一部が露呈すると以降、世界中でハングを模倣した。 あるいはインスピレーションを受けた新しい楽器が作られ、始めるようになる。2007年秋、アメリカのパンテオンスチール社が、ハングの代替品としてのヘイローを、ウェブ上で発表した。その後、英語圏でハンドパンという言葉が生まれ、最初期の4メーカーの製品、すなわちアフロトンのカザ、ベラルトノベルズ、パンテオンステルのヘイロー、メタルサウンズのスペースドラムラを指すようになる。 2009年には、フォーラムサイト handpan.org が現れ、ハンドパンの名称が、その定義と共に定着していった。今日では欧米を中心とした、世界各地に多くのメーカーが生まれ、各々が材料、製造技術、形状、音肉風を凝らし、そのバリエーションを広げている。ハンドパンは、ドーム状に加工された2枚の金属板を上下に、 張り合わせた形状をしている。上面には通常7つ以上のトーンフィールドを持ち、下部には中央にサウンドホールとなる開口部を持つ。多くは直径45から60センチメートル、高さ20から40センチメートル程度のサイズである。素材は低炭素鋼、ステンレスなどの鉄化合物が用いられる。形状は進化を続けており、2016年末には、 音数は15、音域は A25 まで開発。2017年8月には音数を両面に合わせて22、音域は低音が G2。2019年には音域が低音に E2 まで広がり、それに合わせた拡張アタッチメントが設計されるなど、年々技術の進歩や多くの思考が見られる。すでに完成したハンドパンのスケールを変更することは難しく、原則。 一台ごとにスケールは決まっている。西洋音楽のスケールのみならず中等、極東音楽のスケールも多く作られている。高熱による表面への窒化処理を行うメーカーが多く、これにより、高質化による寿命の延長やチューニングのしやすさ、対、錆性を持つことに成功している。コストや音質への影響から、あえて窒化処理を行わないメーカーもある。表面の色合いが、 メーカーにより異なるのは、素材のみならず熱処理の過程も大きく影響している。また、金属製のドーム型スリットドラムを、その形状から、ハンドパンの一群に含ませる見方もあるが、構造自体は全く似て、非なるものである。基本的には、両手の指により演奏され、他のハンドパーカッションのメソッドが適用される。そのため、演奏者により、奏法にも幅があり、目指す、 音楽表現に適した奏法がその時同期で用いられ、また現在も開発され続けている。トーン王の穴の円を指先で弾くように叩くと、美しく長い音になるが、指で押さえたままだと短く響きのない音になる。その理屈をうまく調整しながら叩くことで、様々な表現が可能になる。ディングと呼ばれる中央の凸は、最低音であり、中央部分を叩くと長く響く音が出る。 これもまた、トンと同様、弾くか叩いて押さえたままかで音の響きが違う。ディングを弾くだけでなく、こすって独特な響きを出す奏法も見られる。コザを描いた足の上に乗せて叩く方法が一般的だと思うが、三脚に乗せて体の正面に置いて叩く方法もある。音階は様々で E3、A3、e e、A3、C4、D4、E4、F4。 G4、A4 もあるが、西洋メジャースケール、西洋マイナースケールのものも出ている。発展途上の楽器上、これからも様々な音階の個体が制作されると思われる。批評家の間で名称についての議論が積み重ねられてきた一方で、愛好家たちはこの新しい楽器の一群を指す、一般的な名称が必要であると感じ続けていた。ハングドラム、パンタム、パンドラムなど、 それぞれ様々な呼ばれ方がされる中で、英語圏でハンドパンという名称が手で演奏するスティールパンという意味合いとして直感的に理解され、人々から指示され慣習表現として用いられるようになってきた経緯がある。楽器学の分類的に見れば、ハングは最初のハンドパンと言い換えることができる。しかしその一方で、パナルトのフェリックス・ロナート・サビーナ・シェアラーは、 インタビューで以下のように発言している。To state it clearly and precisely, we do not make percussion instruments, ハンドパンズ or ハングドラムズ the hang is sometimes referred to as a, ハングドラム but the inventors consider this a, misnomer and strongly discourage its use, すなわちハングはハングでありパーカッションではない。ハンドパンや、 ハングドラムと呼んで欲しくはないという主張である。ちなみに、パナルトはハングの名称に商標を取得している。ありがとうございます。